どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きのエレンという漫画の原作者をやっております。実は、エレンが着ているこの代名詞的な黒いコートがあるんですけども、これを、今実際にブランドさんとコラボさせていただいて作っております。で、今日はコロナの影響で、だいぶ進行がちょっと予定が狂ってしまってるんですけども、そんな中でも何か進められる方法はあるんじゃないかなと思って、協力してくださるビンというブランドのデザイナー阿久津さんとリモート会議をさせていただきます。で、せっかくと言ったらなんですけども、アパレルってどうやって作っているのかとか、この左引きのエレンのコートをどう再現するのかとか、そういう話の打ち合わせって、もしかしたら動画として見ると結構面白いかなと思って、この左引きのエレン AK5、新月というコートを実際に作るぞプロジェクトのリモート会議を今日は動画にしたいと思います。そのデザイナーの阿久津さん、とてもいろいろ幅広い活動をされているので、その辺のお話も、ぜひちょっとお伺いしたいなと思っているので、もしよかったら、見てくださると嬉しいです。それではよろしくお願いします。展示会あれ何月でしたっけ？展示会やったのが2月？あら、本当にもうギリ、最後でしたよね、あれが。最後のお出かけの記憶が、阿久津さんの展示会ぐらいでした。元気元気。覚えてる？うん。覚えてる。本当？覚えてるね。すごい。お洋服見たね。ちょっとじゃあ、YouTube 用に、阿久津さんにちょっと自己紹介してもらってもいいですか？はじめまして。ビンというお店を、運営してます、代表の阿久津です。肩書きで言うと、ファッションデザイナーでいいんですか？はい、そうですね。デザイナーとしてもやっていて。はい。もともとりんちゃんの紹介で、阿久津さん紹介してもらってからのご縁ですね。で、りんちゃんも自己紹介したから。うん。大丈夫です。私、カットしてもらって大丈夫です。マッチングウーマン。お願いします。マッチングウーマン。なんじゃそりゃ。プロマッチングウーマン。素敵なオフ方のコラボレーション、楽しみにしてます。ありがとうございます。最初、どういうきっかけでしたっけ？なんか自然と、左引きのエレンで何か一緒にできたら嬉しいですね、みたいな話をさせてもらって、で、ずっと夢だったエレンの代表的な黒いコートを、はい。欲しいっていう話をさせてもらったんですよね。そうですね。はい。そして、プロジェクトが動き出すと同時にコロナが。そうなんです。コロナが。だから、意外に、平絵のベースだけ作った状態のまま止まってるんですよね。で、あと生地を集めた状態で。まあ、そうだそうだ、だから気にしなきゃいけないなと思ってたんで、ちょうど今思い出しましたけど、僕がなんかイメージボードみたいなのを送らせてもらって、はい、でその後に黒いリフレクションの光を反射する黒い素材の布が入手できましたって話で、それをじゃあ受け取りに行き、サンプル受け取りに行きますって言ったら外出できなくなったちょうどそのタイミングでしたね。そうっすね、そうっすね。うわー、タイミングが。まあまあ、でも。しょうがないっすね、今はね。あれ、話ちょっと、僕も個人的に興味あるので聞きたいんですけど、はい、コロナに負けるなでしたっけ？ハッシュタグ。ああ、はい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 。阿久津さんのブランド、ビンでやってた、コロナに負けるなっていうキャンペーン。僕らがね、コロナで自粛が起きて、まあ、お店もちゃんと運営できないってなり始めて、すぐにまあまあ、うちのスタッフみんなでこう会議して、うん、なんか僕らのファッション系で、まあ、できることみたいな、なんかないかなっていう、まあ、ミーティングを行って、その上で、まあ、端的にこう思いついたのが、基本今、外に出られちゃうと、まあ、ちょうど僕その時話がごちゃごちゃしちゃうあれなんですけど、ニューヨークの友達とかから電話かかってきてて、相当やばいと。
あと、シリコンバレーの方のやつと2人から連絡来て、うん、日本はどうなってんだって、逆に言うと僕、お叱りを受けたというか、友達だけど、あやばいよ、あれみたいな感じになって、その先の未来を考えるなら、今、マジで出ない方がいいよみたいな話があって、あそんな深刻なのっていうので、いや、半端じゃないっていうので、その友達も会社運営してたんですけど、あのスタッフ全員解雇して、もうそれで運営できない状態ぐらいまで20人ぐらいスタッフいたんですけど、それぐらいの状況に陥ってるのを僕聞いて、これはまずいってなって、じゃあ僕らはファッションとしてまず自粛を促そうっていうことで、自粛をしてもらうことだけに専念したプロジェクトをなんかやろうってことで、ってなった時に単純にこう服をあの売ってどうこうってやってても、その多分インパクトも効果も薄いんじゃないかって話をしていて、だったら今ある僕たちの方の在庫の中からプレゼントすることである種の強制ができるんじゃないかと、もらこの言い方おかしいんですけど、もらっちゃったら自粛に協力してねのプロジェクトなので、もらったのに外出ちゃったらおかしくないっていう状況が作れるんじゃないかっていうのもあり、すごい、そうなんですよ、そこを含めたプロジェクトだったんですね、あれ。いやー、すごいです。あの、あれですよね、送料だけでしたっけ。そうです、送料だけいただきますって感じで、送料だけで、あの、はい、商品が無料で、はい、っていう、あの、聞いたこともない聞いたことも見たこともない凄まじいイベントでしたね。だからかっこいい、あの、結構3度見ぐらいしましたもん。え、どういうこと、どういうこと我慢すれば先はあるからっていうのをやろうよみたいな感じですね、うんうん、いや素晴らしいですね。で実際やっぱあの多分あれでそのブランドを初めて知った方も多分いたと思うし、あの知ってた人は多分もっと好きになっただろうし、なんか本当に多分コロナが落ち着いた後にすごいあのファンがちゃんと帰ってくる、結果的に多分ウィンウィンになりそうな気はしますけど、でもあれをその速攻やれたっていうのがすごいなと思って、多分4月の頭ぐらいですかね。そうですよね、だから、はい、すごいインパクトがあって、あの思わずあのその見た瞬間シェアしました。ありがとうございます。まあ、ね、シェアしたところであれなんですけど、まあでもそのなんだろう、嬉しかったですね。僕もあのこういう未来を考えたブランドと一緒に作れるっていうのがすごい嬉しいなと思って。ああ、よかったです。はい。まあ、そういうふうにね、撮ってくれる人も、まあ、あの大半だったっすけど、でも逆の意見だかも、やっぱり、何でもそうなんですけど、あるんすよ、やっぱり。逆って、あれに逆ってあるんですか？あれが、あの、いわゆるこう、自分のお店を売るためのプロモーションだ、みたいなことを、まあ、言ってらっしゃる方が、はい、お一方だけいたんですけど、はい、結構、まあ、あ、そういうふうに捉える人もいるんだなと思って、結局何か行動とか発信をするってことは、うん、何か逆の、まあ、必ず反比例するものもあるんだなっていうのもあの感じましたけど、それでもまあやるやらないは僕はやった方が僕はいいと思ってたから、うん、そこはまあ正直気にしてないですけど、そういう方もいるんですよね。なるほど。多分その、うん、まあ、その人がどうこうとかいうより、その多分そのプロモーションって、まあ、なんだろうな、その、広告のトレンドも多分、結構、あの、この数年で変わってて、で、多分特になんか、まあ、震災以降、ものすごく変わった印象があった、あ、まあ、あの、もともと広告業界にいたんで、震災以降、はい、広告のプロモーションがすごい変わったと思ってて、で、多分コロナ以降も、さらにそれが、あの、顕著になると思うんですけど、なんかその、うん、プロモーションのために何かやるっていうよりも、その普段からどういう思想を持ってどういう振る舞いをしてるかが そもそもプロモーションになるっていう、あの、あ、なんか、まあ、多分あの英語圏だとソーシャルグッドとか言うと思うんですけど、あの、まあ、そもそもなんかそのどういうところで社会的責任を感じてそれを果たしてるかっていうのが問われる時代なんで、そういう意味では多分プロモーションだと思うんですよ、うん、あの、なるほど、うん、だってそれはそうですよね。ビンっていうブランドの人格がどういう振る舞いをして世の中のために何をしていくかっていうのが、それをプロモーション
かって聞かれたら多分正しいプロモーションだと思うんですよ。だからプロモーションだろうって言われて起こる意味がちょっと分かんないんですけど、まあそういう意味だとプロモーションだと思うし、だから多分褒めてんじゃないですか、その人。褒めてたんじゃないか。そういう感じじゃなかったっすね。あ、そう。じゃあ多分なんかその人は多分広告がそもそもすげえ嫌いなんでしょうね。そうっすね。なんかわかんないけど、自分のお店だけ売ろうとしてないみたいな空気だったっすね。どこ、いや、売れてないし、めちゃめちゃ赤字だけどって話なんですけど。なんか、このキャンペーンをビンがやってくれてよかったなと思いました。なんか、勝手に身内だと思ってたんで、その身内がすげえいいことしたから、みんな褒めて。ありがとうございます。パーカーかわいいっすね。ナードパーカー。どうせ僕はかわいい。ナーディーズブランドのやつですね。ああ、そう。はい。いいっすよね、そのブランド名が。瓶ってどういう意味でしたっけ？ゴミ箱っすね。アメリカとかにある、こう、蓋付きの、でかい、外に置いてあるやつあるじゃないですか。そうなんだ。やっていくの。はい。ゴミ箱なんだ。そうなんです。瓶がゴミ箱で、ナーディーズでしたっけ？そのナーディーズは、あれですね。はい、オタクのみたいな。そうです。オタクたちの。ブランド名がなんかいいっすよね、その。最高です。なんかわかんないけど、そういう人たちに僕スポット当てがちっていうか、なんか裏の、なんていうんですかね、ちょっとこう、ヒエラルキー的にこう下に見られてるような人たちの部分がすごい美学的にこうなんかキュンとするんですよ、僕。ねえ。それがずっとあって、そういうところにフォーカス当てたいみたいなのがある中でブランドやってたり、お店やってたりする感じがあって、うん、なるほど。はい、変な人をちょっとなんか好きなんですよね。で、そういう人がいっぱい集まってくれたらいいなみたいな。そう、阿久津さんのお洋服、その気取ってないのにかっこいいっていうのはすごいいいなと思って。ありがとうございます。すごい。もうただの。なんか受けられるのにちょっと慣れてないんですと恥ずかしい。ただのファンだから。のろけコーナーみたい、今日。りんちゃんもね、展示会行ったらたくさん買っちゃうもんね。もう大好きです。昔から大ファンです。ね、いっぱい持ってます。ね、りんちゃん似合うからね。身長高いし。いや、もうデザイナーが天才なんじゃないですか。なんだろう。ね、全員でなんか。そういう回じゃないですよね、これ。じゃあちょっと、その、じゃあ今後の話しましょうか。はい、新月、AK5 をどう作っていこうかのコーナー。はい、ファッションデザインのお仕事が、その、未知の世界なんであれなんですけど、やっぱりその、はい、リモートじゃ進みづらいものなんですね。なんか、結構、風土っていうか、この、感覚を感じつつこうデザインが進んでることが多くて、単純にこう リズメでいつもやってるもののこういうものを作ろうっていう簡単な絵はできてくるんですけど、なんか例えば生地を触って、生地を集めに生地屋さんとかに行って触って、あ、こういうの作ろうと思ってたけどやっぱこっちの方がいいかもなとかって、そこでインスピレーションが出たりとか、例えば街ですよね、街を歩いてて、なんかああいうスタイリングいいなとかっていうのがこうパッて入ってきた時に、それが視覚上残ってるものを自分だったらこういうふうにやったらあんまりないものになりそうだなみたいなこととかをこう形に落としていくのを考えてたものとこう合わせていくみたいな感じなんですよ。で、いらないピースをこう外してってコレクションにしていくみたいなところがあって、そこの時間軸でいうと一個だけに絞ってやると、まあできるけどなんか多分納得いかないんだろうなみたいなのがすごい感じるんですよね。そうなんだ。だからそのやっぱ試行錯誤にどうしてもやっぱアナログがやっぱ必要になってくるっていう感じですよね。そうですね。うん。そうかそうか。じゃあまあそうか。普段だったらその今って2021年の春夏とかってことですかね、今の時期だと。今デザインを始めて、まあデザインというかサンプルを上げていかなきゃいけないのは、その21年の SS シーズンのものを本来は上げていて、それで、パリのメンズのこうファッションウィークみたいなのが、大体7月、6月か、6月にあるのかな、6月末ぐらいにあるんですけど、それ毎回出てるんですけど、
まあ、今回はまあどう考えてもできないし、ないので、基本的に発表されてないので、はい、だからそこもまあ変わってくるというか、サイクルが変わると思うんですよね。うん、そうっすよね。多分なんかコロナ終わったからって、じゃあファッションショーやろっかみたいな感じに なりなさそうっていうか。なんかまあ違うね、観点からこれでコロナの人たちを救おうみたいなコレクションブランドが何かやるみたいなのは、もしかしたら頭のいいデザイナーさんだったらやるかなと思ってたりはするんですけど、うん、それがまあその防護服オンリーのコレクションだったりとかで、それで例えばそのウェアの中からマスクがこうシャキンって出てくるとかで、うん、そういうものを菌から守りながらファッションであるみたいなコレクションをやって、なんか無観客だけどなんか全部ビューイングで全部見れるとかっていうコレクションをやるとかっていう人は出てくるんじゃないかなって気はしますけど。ですね、新月の話ですけど、イメージボードがあって、はい、で記事集め始めてってところだったから、まあ、こっからっすもんね。こっからそう試行錯誤のフェーズが必要だったから、まあディスカッションだけさせてもらえればっていうのがあって、まあ実際ね、エレンコートって僕が、まあ、勝手に呼んでてやってますけど、エレンコート、はい、はい、エレンコートとして企画する際にやっぱりこう必要な要素、外ってすごいミニマルじゃないですか、あのデザインって、ね、うん、で襟とフードのバランスっていうのはすごい難しいんですけど、あれ襟は常に立ってるじゃないですか、なんかあれ本当はありえない形なんだと思うんですよ。あんまり洋服で見たことないっていうか、うん、ちょっと独立してて、ちょっとね、宝塚とかの、コスチュームみたいな、高さもちょっと必要で。ああ、そうかも。ちょっと漫画っぽい都合で、都合っていうか、うん、漫画っぽい演出で、こう、なんだろうな、その、口がちょっと隠れるぐらいのね、こういう、なんかこの、そうね、うん、この感じですよね、この、ま、なんか、はい、主人公っぽい、この、ここでこう隠れてるこう感じを出したくてやったんですけど、あれがあると本当はフードどうなってんだみたいな感じに なるし、すげえ結構絵だから簡単に描けるけどっていう不思議な形状なんですよね。まあでもあれもまあ作れなくはないので、エリットのこの身頃の間にフードを挟み込んで、バランスを保てるような形にしてやればできるっていうのと、まあ、この立ち襟の部分がまあ結局ファスナーにすればここまで隠れるベースになるから、うん、まあ、そういうので考えれば、まあ、普通はそれだと立体式でこのままフードもその襟と一緒にくっついてるもんなんですけど、うん、それが別物みたいな形で、うん、まあ、作ればいいのかなとは思ってて、うん、だそれは外はなんか想像はできて、うん、僕はなんかこう内装にすごい凝りたいなと思ってて、あ、いいですね、うん、どういう、例えば、まあ、本来違法だろうけど、グラフィティ用のスプレー缶が、うん、例えば本来何色持ち歩くのか、うん、グラフィティの友達が僕いないから分かんないですけど、そう、この中にガガガガガってこう、全部収まってて、一色ずつパッて出して、パッて取れ、やれるみたいなこととか、だからそのサイズに合わせたポケットの、作った方がいいなとか、うん、そうなると缶はどこのメーカーが一番メインで使われてるのか、まあバンクシーだったらこれだよねみたいなこととかがあるんだとしたら、そのサイズでぴったり収まるような形にしたいとか、なんかやりたいなと思ってたんですよね。いいなぁ、それめっちゃいいですね。なんかその外見はミニマムだけど中身がすごいなんかある種カオスというか、それの感じがすごいエレンっぽくていいなぁと思って、うんうん、リモートならではの進め方ってなんかあるんですかね。そのリモート、まあ、でもこういうディスカッションで本当はこういうの欲しいんだよなみたいなアイデアとかをお互いこう出し合ってて、あ、それいいかもっていうのを、まあ、パパッとこう、うん、絵にして、こんなことすかみたいなことをありながら、ああ、それそれみたいなこととかだったら、うん、進めやすいかもしれないですね。いいっすね。うん。やりたいな、それ。ただ、絵は、うん、カッピーさんの上手いから。いや、マジでそんなことない。そこがね、なんか僕、デザイナーとして絵描いてても、これ、カッピーさんが描いた方が絵上手いんだよな、とか思いながら、こう、描いてるから、なんか、そんなこともないって今嫁が言ってますけど、いや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 、すごいですよね。どんどんなんか絵を進化させてるじゃないですか今。いやいやいや、全然
今やっと、最初、小学生の絵って言われてたんですけど、今多分ね、中3ぐらいになってる。すごいですよね。毎日描いてるんですか、あれ。それであんだけ上達するんですか。毎日描いてますね。でも、うん、でも、そうなんですよ。毎日描いてるんですよ。だから、毎日描いてたらさすがに上手くなります。普通。うんうん、だから僕がラッキーだったのは、普通僕の初期の画力だと、その普通は仕事にならないはずなんですよ。ああいう漫画見たことないじゃないですか。はい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 。だから仕事にさえなれば毎日書くから上手くなるんですよ。でもレベルで仕事になるわけないから普通はやめちゃうっていうのが、仕事になったおかげで毎日書くことになって、そのおかげで上手くなったのかもしれない。おー、いいっすね。さすがにあれ仕事じゃなかったら毎日あんななんか書かないよなぁと思って。やっぱ書いてるとここがこうだ方がもっと綺麗に見えるなみたいな意識が湧いてきて、どんどん線が綺麗になっていくみたいな感じなんですか。いや、なんかどっちかっていうと話がその進んでいくと、その書きたいストーリーがどんどん出てきたって感じですかね。だから、なんかね、解像度が徐々に上がった感じで、最初は普通にエレンってキャラクターがいて、高一ってキャラクターがいてっていうぐらいで、2人は高校生でぐらいの話だったんだけど、それが進んでいくと、じゃあニューヨークにいるエレンはそこからその2歳ぐらい年取ったから、2歳ぐらい年取ったエレンってどんな顔してるんだろうとか、ニューヨークでそのどんな洋服着てんだろうとか、なんかそういうのをいろいろ考えていくと、そのなんか書かなきゃいけないことが増えるというか、多分普通になんかぼーっと書いてたら多分ずっと同じ顔なんですけど、でも話が進んでるから顔を書き分けなきゃいけないとか、差をつけなきゃいけないとかを考えてたら、なんかもうちょっとちゃんと書かなきゃそれが伝わんないなみたいな感じで、だからなんかもうちょっとちゃんと書かなきゃなっていうのを続けてた感じ。そうっすね。でも今でやっとちょうど奥さんと同じぐらいの画力です。この前なんかそう、奥さんもエリちゃんも今 YouTube チャンネルをね準備中なんですけど、その企画でエレンのキャラクターを描いてみたっていうのをやったんですけど、めっちゃうまかった。まあ、ほとんど同じぐらいですね。マジっすか。うん、やばかった。だからね、二ふにさん、二ふにさん、エリちゃん、俺ぐらいの。それはやばい。それはやばい。嘘です、嘘です。まあ、楽しみ。すごいな。頑張って書いてます。でも、エレンも、こう時代背景がこう常にこう入れ替わるじゃないですか。そうですね。その部分でこっちのストーリーとここで走ってるストーリーとここら辺で走ってるストーリーみたいなのが常に進行しつつやってるのが、もう絵が出来上がってるんですか。最終形態が出来上がってストーリーが組み立てられてるんですか。これってあんま言えない話。あ、いやいや全然一応決まってて、その年表ぐらいのざっくり感で決まってたんですよ、最初。この3年後にこれがあって、この1年後にこれがあってぐらいの、なんか多分物語的に15年間ぐらいの話なんですけど、それがまあ年表ぐらいはあって、で書きながら、この話とこの話の間って実は結構いろいろありそうだなとか、なんかそういう感じで、それもさっき言ったように解像度が上がっていく感じですね。最初はなんかドット絵ぐらいの感じのイメージなんだけど、それが徐々になんか詳しくなってって、最終的に、まあ、4K 目指すみたいな感じでなんかやっていく感じだから、だから全体から作ったんで、時系列飛んでもなんかうまくいくみたいな感じ。結構面白いですよね、やっぱああやって時系列が飛んで、この人、この先どうなんだろうって一瞬思ったらまた違う話いっちゃうから、え、彼どうなっちゃうの、あれ、どう進むのみたいなところで、しっかりこう、なんていうんですかね、ああいう、
映画とかと一緒でつなぎがここで止まってくれるから、うん、これを気になってる間にでもこっちが進んでからこっちばっかり頭がいって彼を忘れそうになるけど、あれでもそういえばあの時こうなってたよな、あれってどうなってんだろうとかってこう思いがふけてくるじゃないですか、どん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 。そうですね。そこはなんか作り方としてすごい面白いなと思ってて。ありがとうございます。いやもう多分人によっては多分早く話進めてくれみたいな思うかもしれない、うん、そのなんか僕としては話もう毎回進めてるんですよ。なんかそこを多分感覚がないとその話進んでないと思っちゃうんだけど、その余計な話をされてる気になっちゃうと思うんだけど。なるほど。核心のこの部分だけを知りたいっていう人たちだとこのいわゆる そこまでのプロセスをあんまり興味ないみたいな人たちもいるってことですか。そうですね。だから多分そのストーリーだけを追いたい人は最初の話で言うと年表だけ知りたいみたいな感じだと思うんですけど、でも僕としてはなんかまず年表を明かすぐらいのつもりで、これがこうなってこうなりました、なんでなったんでしょうっていう話をしたいっていうか。ああ、はい。だからなんかその、そうっすね。なんか僕なんか別にそのもちろんその物語的にミステリーとかじゃないから時系列シャッフルする必要は本当はないじゃないですか。うん。もう なんでああしてるかっていうと、なんか例えば今みたいにその誰かにその自分の過去の話を話すとするじゃないですか。なんか例えば瓶ってどういうブランドですかみたいな話するじゃないですか。その時に時系列で喋んなくないですかっていう。あ、確かに。あのきっかけは小学校の頃みたいな感じで、そう時系列で喋って、そして現在みたいな感じで喋んないじゃないですか。まず今はこういうことやってて、で今後こういうことやりたいんだけど、でもそもそもなんでそう思ったかっていうとみたいな感じでこう話飛んだりするじゃないですか。もう絶対そっちの方がわかりやすい、結果的になんか伝わりやすいと思ってて、なんかその誰かに誰かの話をする感じで書いてるっていう感じ。なるほど。はい。そういうことだ。だからなんかその。いいなぁと思って。そう、なんか、まあその今の話みたいな感じで、その、なんか左引きのエレンって漫画の解像度を上げたいっていうのはずっと思ってて、なんかその一つがやっぱり、本当に作るっていうのも解像度を高める。一つじゃないですか。だからさっきアクスさんおっしゃってくださったみたいに、そのエレンのコートってどうなってんだっけみたいなのをやる作業って一番解像度高いじゃないですか。そうでしょうね。それがすげえ楽しみだなと思って、うんうん、なので今度じゃあさっき言ってたそのこのオンラインでのディスカッションっていうのをちょっともしよかったらやらせてほしい。そうですね。ぜひぜひ、はい。やりたいです、僕も。やりたい。すげえ楽しそう。うん、ですよね。そんな感じで、ちょっと今できるやり方で、ちょっと進めていきましょうか、じゃあ。はい。ぜひ、お願いします。楽しみです。ちょっと、本当に。まあ、時期はね、ちょっと変わらず、まあ、最初からあんまはっきり決まってなかったんで、あれですけど、その、まあ、時期は未定だけど、その、またちょっと時期見えたら、まあ、読者の人には発表しつつって感じで、ちょっと、はい、今できるベストの進め方でやりましょうか、じゃあ。ぜひ。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。大変な時期にお時間いただきまして、お二人ともありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんな感じで、デザイナー阿久津さんと、打ち合わせをさせていただきました。で、また次回は多分、まあ、こんな、どんなコートがいいのかな、あんな感じかな、こんな感じかなっていう打ち合わせを多分またリモート会議するんで、もしかしたらそれも動画にするかもしれません。まあ、時期とか、発売時期とか、販売方法とか、まあ、もろもろまだ未定ではあるんですけども、ちょっと、まあ、この YouTube チャンネルないしは、Twitter、SNS 系で、何か決まり次第、また、発信していくので、もしよければ、楽しみにお待ちください。それでは、チャンネル登録、いいねボタンなどよろしくお願いします。それではまた。